高木豊です。高木です。お願いします。今回ですね、みんな大好き巨人坂本選手について語ろうかな。おお、みんな好きですよ。もう嫌いな人いないっすわ。俺が坂本と出会ったのは、はい、原監督時代に宮崎キャンプだった、はい、まあ同級生だったね、原監督がちょっと豊が来てとか言うから、どうしたって、坂本隼人っていうのが大好きな選手だ、これ大きくなるからだからちょっと見といてくれ。でその時はね、でも大柄なショートかなと思って、線は細くてさ、気弱な感じがしたから大丈夫かなとか思ってたの。その年からレギュラーと原監督が使い出して、もちろん休まないで、あいつはあんな細い体で、ね、大丈夫なんだと思って、もう1500本、30歳手前すごいですね。とんでもないですよ。とんでもないでしょ。やばいですね。そのうち話すようになる、あ、本人とあいつも礼儀正しい子だよ。で最近の野球やってる表情見るとさ、絶対暗い顔して今やってない。確かに笑顔になる瞬間見ますもんね。見るでしょ。とか若い時はなかったの。この前の試合の時、カミネロが炎上しかかってた。で坂本がマウンド行ってカミネロを笑わせたの。こいつの器はでかいなと思ったね。最近では自分が引っ張り出してみんなをほぐしてやる、まあ、だから岡本とか吉川とかああいう成長してくるんだよ。だからあいつの器のでかさっていうのは歴代のショートに入れといてよかったな。ショートだったら坂本だった。なるほど。今はすごい素敵な男だな、ね、男に成長した。あ、火の打ち所ないっすね。まだ伸びしろが俺にはある。だからこっからまだまだ あいつね、形を気にするんだ。すごくこうバッティングとか、あ、そういうことです。形にはまって制約を自分で作ってるから崩れないけども、なかなか、はい、でもそれ以上の成績が収められない。それを取っ払ったらもっととてつもない数字が出てくるんだ。可能性のある選手まだまだある。そうなんです、ね、まだまだ、わあすごいっすね。すごい、まあ、自分に似てますね。じゃあちょっとすんからずなのかなということでね、はいはい、今回は坂本選手、はい、まあ、いろんな選手のことを知りたいと思います、はいはい、コメント欄にこの選手を喋ってみたい、特集してって言ったら、ね、全力で喋りたい。もうその選手一人ピンポイントで、ね、あ、いいですねこれ。そういうのいいっすね。でも、はい、もう皆さんね、はい、坂本隼人注目してください、はい、まあ、注目してると思うけど、そうですね、さらにその表情だとか、うん、プレーそのもの以外に守ってる姿、その時の表情、はい、ね、ピッチャーマウンド行った時の表情見てください。そうですね、その男の色気を感じます。いやー、ね、坂本選手、はい、このチャンネルでお待ちしております。はい、待ってます。待ってます。見てるらしいよ。え、本当本当ですか。